インテリアショップのジョイエです。今回は様々なブリキポットの活用法をご紹介します。ただ並べておくだけでも絵になるアイテムなんですが、生花やドライフラワーとの相性も良く、使い勝手のいいアイテムです。フラワーベース、ガラスと違い割れないので、小さなお子さんがいる家庭でもディスプレイしやすいかと思います。ボリュームのあるお花を飾るのがおすすめです。キッチンではこんな使い方ができます。ごちゃごちゃしがちなキッチンでは隠す収納へ、ポットにブラシを入れておしゃれなホルダーに、水洗いもできるので汚れても安心です。トイレではトイレブラシホルダーにしてもおしゃれな感じになりそうです。どんな場所にも合わせやすく、インテリアの幅を広げてくれます。蜂の巣型のブリキポットは今年の新作、かっこいいにもナチュラルにも使えるアイテムです。続いてダルトンのロングタイプのバスケットをご紹介します。武骨なフォルムがどんな植物とも相性が良く、インダストリアル感を演出してくれます。玄関イメージでディスプレイしていきます。シンプルなフォルムだからこそ合わせやすく、ディスプレイするのも選びません。お花だけではなく、掃除道具の収納で使うとワンランクアップしたインテリアが作れます。子供の遊び道具バットナ入れても面白いかと思います。ジョイエではアイアンパーツの収納に使用しています。背の高いものの収納やフラワーポットにもなる便利なアイテムです。並べるだけでも絵になるブリキのポットなんですけど、こんな使い方もできます。口が広くしっかりしたポットだと傘立てとして使うこともできちゃいます。今回はブリキポットの活用法をご紹介しました。参考になりますと幸いです。ありがとうございました。